その旦那人が本気で芝居をするみたいな。やっぱかっこいいところたまには見せたい。ね。はい。ただ、タイトルにもあるように、はい、妻が笑ったら即終了となってるという。すごいプレッシャーですね。一人でも笑ったらダメっていうのが、私が全部終わらせてしまった。大丈夫？開けるよ。快速です。さあ今日なんですけども、トンボさんの持ち込み企画ということでありがとうございます。お願いします。今回の企画は、はい、妻が笑ったら即終了本気芝居企画。そうなんですよ、はい、いやまあ正直この手の企画でやったことないよね。そうなんです、ね、初めてやるんですけども、まあどトンボさんがどうやらめちゃくちゃやりたがってて、そうちょっとね妻の前でバシッと芝居がしたいって言うてるんです、はい、まあ、これどういうことかと言いますと、まあ、妻たち言うてますから、私カジサック、そしてトンボ常と、うん、それぞれまあ三夫婦企画今までやってきてるじゃないですか、うん、じゃないですけどそのような企画というか、そうですね、その旦那陣が本気で芝居をするみたいな、やっぱかっこいいところたまには見せたいね、はい、ただ、タイトルにもあるように、はい、妻が笑ったら即終了となってるという、はい、ことなんですけども、うん、まあ、これどういうことかと言いますとですね、うん、今回なんとまあ芝居をするんですけど、うん、その芝居じゃあ何の芝居するのってなってくると思うんですけど、はい、なんとうちのチーム開作の暴れたぬきこと中野くんが、はい、脚本しました。ありがとうございます。ありがとう中野くん。まあもちろん尺的には短い尺ですけども、うん、短い尺ですけどもちょっとお話物語があったりするといいますか、うん、タイトル何でしたっけ。幼児者は隣人です。俺も今おそらく容疑者は隣人って言いたかったと思うんだけど、俺聞こえたの容疑者は人参って聞こえたんですよ。野菜が出てきました。人参ギスって言ってました。容疑者は人参ギス。勘弁してくださいよほんまに。容疑者は隣人っていう、まあなんていう、消灯、そうですね、ショートムービーみたいな、みたいな、まあ、いろんな要素を含んだ、物語になってます、うん、そうなんです。サスペンスだよね、はい、そうです、サスペンス的な、はい、まあ、容疑者隣人という脚本があるんですよ、うん、でそれを僕とんぼつね3人で演じるわけではなくてですね、うん、それぞれが演じるんですよね。そうです、主役を、はい、容疑者隣人という芝居を、3回やるってことやな。だから3回、僕バージョン、とんぼバージョン、つねバージョン、はい、そして一人芝居ではございません、うん、今回なんとですね、安武、うん、がすごいのよ。さすが安武といえばやっぱコミュニティが広いから。めちゃくちゃ人脈がすごいから、なんと今回このために、はい、プロの役者さんに来ていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございますですよ、ほんますごいなお前。いえいえいえ、安武が一声でやんか、すごいなお前。集まれそんなんじゃない、お前そんな生き方してんの。ちゃんとお願い、すごいよほんまに。名調にお願いしました。そう、安武にお願いしたら、はい、知り合いおるかなって言ったら、ちょっと聞いてみますって安武が動いたら、うん、すぐにあの役者さんたちが捕まったというか、もう本当に優しくて快くも受けて引き受けてくださった。素晴らしい。ほんま申し訳ないよお前。本当っすね。でもやるからには、うん、やっぱ真剣にやりたいんでね。そういうことですね。そういうことですよ。俺でもちょっと納得いってないけどね。何がすか。いや要はトンボの中でおそらく、うん、この企画やりたいって言ってんのは、うん、誰かが絶対笑われると思ってるでしょ。いやそりゃそうよ。誰や思ってんの。お前だよ。お前ふざけんな。そうなんですよ。お前だよそりゃ。違う俺な、はい、マジお前だけには言われたくないの。なんでや。あと常も絶対下手やん。そう、芝居出たことある。え、芝居で出たことある。こないだもなんか芝居やってたけど、セリフなしで踊るだけって。芝居やってたやないか。そうですよね、神保町でね。神保町で。そうだよ、俺言うたかて、うん、ちなみにドラマ出てるからね。いやいや、出てるって言っても、あれ何出てましたっけ。ちなみに一番でかいのって俺電車男出てるから、ね、あーすげー。あ、月9でしたっけ。月9やないかい。せやで。いやでもね、全然ダメよ絶対に。何がよ。めちゃくちゃおもろいと思うのよ。俺がちょっと納得いってないのは、うん、何回も確認したんですけど、うん、まあお芝居本気芝居ですから、本気よ。俺衣装というか、うん、その普通の私服でやりたいって言ったら、トンボがダメって言うの。いやそれはだってもうカジサックチャンネルだから。だいぶ半ですよ距離。確かに。これで真剣芝居する。いやそれはでもジャージ着てもらわんと。まあな、そそ、ほなお前もフリーザでせえやん。なんでだよ。なんで俺フリーザにするんだよ。SF になっとるやないか。サスペンス。サスペンスだ。トンボとツネは私服で。そうですよ、うん、俺若干ハンデを背負ってるんですけども、まあまあ、で絶
対無理やと思うで、トンボなんて。何がよ、何がよ。いや、もうまず俺のね、うちの嫁、はい、嫁サクがもう笑っちゃうと思うし、リオちゃんも笑っちゃうと思うし、うん、常嫁もゲラやしっていう。そうですね。いや、今回正直、うん、もう中野くんの脚本、うん、もう体に染み込ませて、完全に役に入ってやるんで、もう笑えなくなると思う。ほんま？はい。真剣に。自信あります。常も。あります、大丈夫ですか、はい、ちょっと本気、やるならマジ本気や。そう、マジ本気よ。俺らのベストは、感想よ。そういうことです。感想、3人とも感想。そうそうそう、それがハッピーだから。それが一番ハッピーやけど、それが一番やってはいけないことです。動画的には。俺言っちゃうと、ね、いいのよ。それぐらい目指してやってほしい。せやな、はい、いや、ね、目指せよ。わざとふざけるとかないから。ない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 。っていうか、この企画はね、真剣にやればやるほど面白になるからね。そうそうそう、変にふざけるじゃなくてね、うん、そうそうそう、それでやっていきましょう。やりましょう。まずは、うん、今日のために来ていただいた、はい、役者さんたちに登場していただきましょう。はい、はい、というわけで本日もお願いします。刑事役をやらせていただきます、渋谷ジョージです。よろしくお願いします。そして主役をやらさせていただきます、山本翔馬です。そして横役の白石洋です。よっしゃ すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。本ありがとうございます。プロよ。ロープーよ。わざわざ本当にありがとうございます。そうなんですよ。今ね、まあおっしゃいましたけど、刑事役で、はい、まあ、今回渋谷さんという、はい、実はね、僕一回共演じゃないですけど、はい、あのポモ道路、新卒ポモ道路っていう映画があったんですけど、はい、そちらにね、一回動画にもしてるんですけど、そうですよね、僕と安武が、その時の主演をされていた。お久しぶりです。よろしくお願いします。もうこんな人が来てくれるなんて思えへんやんか。安武さんコミュニティでNS 申請でよかったんだよ。本当にありがとうございます。今回刑事役で、はい、そして主人公役で、はい、はい、やらさせていただきます。非常に緊張しております。はい、何をおっしゃいますか。よろしくお願いします。これどういうことかというと、主人公役なんですけども、今回山本さん来ていただいたのは、うん、まずね、うん、やっぱり妻たちにこういうお芝居ですよって見てもらいたいじゃないですか。はい、なので山本さんに来ていただいた。これどういうことかというと。はい、うん、僕、トンボ、常が演じるのは主人公役なんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。だから、まず妻に見ていただくために、そんな贅沢な。贅沢。だから、山本さんが一回なんですよ、演じるのは。うん。あ、そっか。それでもう変わっていくんで。あ、ただ、一番大事です。うん。これは、もう、そこが軸となるから。そうです。その山本さんと、我々は、比べられるんで。うん、なるほど。そういうことがあるんで。はい。うわ、さらにプレッシャーが。おいますわ、プロですやんか。いやいやいや、やっぱでも緊張はしますから。本当ですか。はい、緊張はします。お願いします。いや、でも頑張ります、先輩。本当にします。はい、そして陽子役と言いましたけども、ね、はい、今回のまあヒロインですよね。そうですね、すごい重要な役でございます、はい、白石さん、よろしくお願いいたしま す。ちょっとお三方にお聞きしたいの、あ、ごめんなさい、一個言うの忘れた。実はもう一人いるんですよ、うん、あの今回サスペンス、サスペンスなんで、はいはい、実はちょっとこう、なんて言うんだろう、死体役そうですねがあるんですけども、はい、そちらはチーム開作の中野くんがやってるんです。重要ですか。重要ですか。重要よ。はい、この4人で、はい、そして主人公が我々に変わっていくっていうことだったりするんですけども、はい、あのちょっと本当になんで引き受けてくれたんですか。こんなお仕事普段なくないですか。あ、これ初めてですよ。ですよね。この感じは大丈夫ですか。全然大丈夫です。楽しいです。はい、ほんま、あ、じゃあバラエティ好きな方なんですか。あ、好きです。あ、よかった。大好きです。ありがとうございます。どうですか、山本さんは。いや、僕もあのジョージさんからお話いただいて、はい、で、まあ、ジョージさんと僕は結構長いんですけども、はい、十数年前にドラマで、はい、あ、一緒だ。へー、はいはい、それであのご指名いただいて、はい、あ、じゃあちょっと面白そうだからやってみたいな、うん、あ、よかった。わー、嬉しい。面白そうってほんまに思ってくれてますね。おー、ジョージさんやからしゃあないで、じゃあね。面白そうですか。で、いいですか。はい、もちろんもちろん。あ、よかった。当然です、当然です。すいません、なんかしかもだってさ、スタジオとかではなくて今回ここでやるから。そうですよね。事務所でやりますから。あ、まあ一応設定もこのような部屋で起こりうる、うん、あのお芝居となっておりますので、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そして白石さん、どうですか。私も同じく緊張してここに来たんですけど、はい、皆さんのガチ感が今伝わってきてて。もうやるならガチです。いや、さっきオープニングの撮影を見させていただいたんですよ。あ、ここで僕ちょっと喋らせていただいて、はい、で、わーとかって皆さんがやった後にカットかかったらもうすぐ台本見て。ちょっとやめてください。確かに勘弁してくださいよ。あいつらがね、あいつらがね、お前も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 、3人ともですよね。よう言うわ、ほんまに。ここに広げて、こうやって見て。やってましたね。
には真剣ですから、ね、嬉しいです、すごい楽しみです、はい、ありがとうございま す, ます。じゃあ今からですね、はい、まずはちょっと稽古我々まだしてないんですよ。そうですね。でもお三方は先ほどやられてたから、はい、うん、ちょっと一回こう僕ら見たいやん、見たい、どんな感じかっていうのを参考にちょっとやっていただいて、うん、そしてそこから我々の各々の稽古、はい、ちょっとやっていきたいなと。やりましょう。で、視聴者さん的にやっぱ本番妻たちが来てから見ていただきたいので、うん、ちょっと良きように早送りしながらっていう感じでやっていきましょうか、うん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今ですね、はい、準備の方セッティング整いましてですね、はい、いよいよちょっと見させていただくんですけども、そうですね、はい、ちょっとあの、はい、死体役の中野さんだけ紹介して、そうですね、はい、中野くん、はい、大丈夫頼むね、はい、よろしくね、もう完全に入ってます、うん、喋、はい、っちゃダメよ全然、はい、気をつけます今回中野くんが脚本をしてくれるんだね。そうそうそう、じゃあ行きますか。行きましょうよ。ちょっと我々本来は本番は妻たちはこここういう風に座ってるからっていうことですね、はい、っていう感じで、はい、じゃあお願いしますか。お願いしましょう、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。早送りで何のこっちゃ分かってないから、はい、我々今芝居をがっつり見させていただいて、すごいわ、ちょっと本当にすごい、すごい、なんかプロそらそうやねんけど、すごい、うん、ちょっとごめんなさいね、はい、いつまで寝とんの、すいません、入りすぎてました、すいません、マジ、いやすごい、いやちょっと本当鳥肌立った。でもある意味、うん、いい勉強になったね、さこんな風に演じたらいいんだって、はい、うん、っていうか、ほんまにちょっと泣いてましたよね。そう、うん、びっくりした。大丈夫ですか、これ何回もやるんですけど大丈夫ですか。頑張ります。やっぱプロやな。違いますね、あの脚本でこんな良くなんねばいやすごいわすごかったっす、マジでありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとこっから、はい、順番に芝居のお稽古をしていくんですけど、そうですね、これさ、今思ってんけど大事なんて結構順番も大事だと思うね、うん、そうですね、本番の、はい、これトンボを詰めてどの順番でやるか、うん、これちょっと安武がさ、はい、今からやる稽古を見てみて、うん、順番決めてよ、誰からやった方がいいって、うん、はい、俺はイメージまだやってないけど、うん、絶対トンボ最後の方がいい。なんでだよなんでなんだよ。俺ね、役者さん方も、うん、はい、ピンチだと思うの。何がピンチなのか。トンボの顔で笑っちゃうんじゃない。そんなことないよ。俺あの山本さんの芝居をトンボやるんでしょ。そうですよ。やべえと思う。何がやばいんですか。大丈夫ですよ。まあまあでもやってみな分からへんから。稽古やってみて野菜決めて順番を。わかりました。よろしくお願いします。はい、じゃあ今から真剣に、はい、稽古やっていきましょう。はい。違う、ごめんなさい、陽子さん、はい、ちょっといいっすか。何してるんだよ。陽子さんって言ってるしね。陽子さんいや、ごめん。どうしたんすか。中野くんが、はい、ずっと息してるそうか、ここにも罠があったのか。もうそれ耐えられなって思って今やばいなそれ息しますよごめんなさい、陽子さん、はい、もうずーっとスーパーしてるからもうそれでちょっとおもろなってきてもらって、タヌキが寝とるだけやないか。お腹いっぱい食べたタヌキが寝とるだけやないかここに罠があったから。そうだ、お腹目立つから。じゃあでも雰囲気良くなかった。いや、なんか思ったよりなんか良かったな。ほらなんか思ったより、うん、悪くないですよね、今んとこ。いい急にどうしたんすか。いいすいません、止めて。ちょ、ごめん、ちょ、気になってもね、はい、俺いけるかも、やっぱりなんかね、うんうん、とジャージがあんま気になんなかった。そうですね。そうやろ。もうオッケー、じゃあごめん、ちょっともう一回行くわ。あー、そうですね、途中から行きます、はい、ごめんなさい。はい、じゃあこっからちょっと手前から行きますか。
何が。何やねんな。じゃあ何かってなんてないでしょそんなの。いや多分僕ですね。じゃあなんかねセリフが入ってない感じが。じゃあ稽古やから。いやこっちこれ、はい、緊張すんのよ。やっててある程度入れてきてんけど、うん、いざなると間違ったらあかんって思うから。あ、そうかそうか。持たない方がいいかも。だよすいません。全然全然。もう一回いいですか。解釈でも今山本さんがすごくいいとおっしゃってくださってました。あ、山本さんいいっすか。素晴らしいです。なんか自然にやられてるので。ほらー、本当ですか山本さん。どっちのコメントすればいいか。ほらー。俺でもやっぱり一個思ったんは、はい、やっぱり陽子ちゃんを見るのが、うん、なんか照れて見られへんねん。あー、それを芝居でごまかしてるから。うん。あー、なるほどね。そうか、そこでこれか。そうですよ。優しかったな。そこで俺これか。温度上げないと、うん、ごめんなさい、そこで俺だ。そうですね。いや、なんかさ、だからセリフを追っちゃってるんだよ。何がや。気持ちで芝居したらそこは声張り上げたくなるんだよ。分かってんだよ。俺だって分かってんだよ。すんません。いやいやすごい目で。ジュレさんがすごい目で俺を見た。申し訳ない。じゃあもういらんわ。ああいいね。かっこいい。はい、後でもう一回合わせてって感じするわ。はい、じゃあ次ツネ、はい、いきますか。はい、なんじゃこれ。おい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 やったな。やりましたね。今やったな。やったやった。ちょっと一回出しときたくて。本番出さないでこれに。あ、あーなるリハで。そういうことね。もうこれ本番なんかやっちゃいそうな気持ちがあったんだよ。ごめん。優作さんやったよね今。やりました、いきなり。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。で、やるんやったらもっとちゃんとやって。迷ってたよね今。ちょっと迷いました。迷うな。テープもったいないから。テープもったいない。でも今ちょっともうスッキリしたんで。頼むよ。はい、ごめんなさい。何や今の。ごめんなさい、すいません。何なの、ちゃんとやってくれよ。ちょっといいっすか。何してんの。ちょっとほんで途中も、はい、すいません止めようか迷ったんやけど。そうっすね。俺もう白石さんがすごいなって。すごい。そう、笑わんかったなと思って。そんな笑うとこありました。なんかずっとダースベイダーみたいな。そうそうそう。なんかふが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 してるんだよ。グフグフって言うんだよ。そうそうそう。手も震えてる。ちょっと緊張は緊張はしてましたけど。まあでも本番まで固めましょう。はい、うん、じゃあトンボ行きますか。行きましょう。ちょっとごめん。おい、これ俺多分無理やと思うわ。無理だよ。無理や
と思う。もう笑ってるからあなたたちが。妻たち無理だと思う。何が何が無理じゃないよ。何やろこれ、やっぱ俺らトンボ知ってるから笑えんのか。そうですよ、ちゃんとこのドラマのその主役として一回見てください。トンボじゃなくて、確かに冷静に。じゃあ白石さん、陽子ちゃん、すいません、はい、僕らちょっともう慣れ合いがすごくて笑っちゃうんですけど、うん、大丈夫でした？全然大丈夫です。あ、ありがとうございます。大丈夫なんか名俳優顔じゃないですか。あ、確かに。ありがとうございます。でも、はい、山本さんめちゃくちゃ笑ってた。山本さんをやってるんですよ、僕は。山本さん、下向いて笑ってた。山本さんあなたの演技を見て俺やってるんですか。なんかあの、犯人かなと思ってた。なんか犯人や。刑事も納得してまうんだ。すぐ連れて帰る。すぐ連れて帰る。話変わっても踊れないか。だろうねみたいな。何だろうねじゃないですよ。ごめんごめんごめん。頼みます。すみませんでした。じゃあ僕入ってくると。もう本当に耐える。はい、耐える。はい。おい。何なの？おい。何なの？ちょっと何笑っちゃうよ、なんか知らない。なんかそういう、なんかもし笑われてんのかなみたいな気持ちになって。いや、今の笑ってるよ。あ、本当っすか。じゃあお前が駅に入ってきてシッって言うから、ちょっとプスってなって、はい、これない方がいいって。ない方がいいな、うん、ない方がいいわ。これはどこへ行った。ちょっと待って、これ初めて白石さんが初めてついに陽子ちゃんが笑っちゃった。これまでちょっと何でか聞いていいですか。いや、もうなんか絶対に僕がやったって言ってくるから。あ、いや、そうでしょ、ばっかり言ってくるから。まあいいかなってなんか言いそうになっちゃった。気持ち入ってるがゆえに。そうです。俺の時も常の時も陽子ちゃんは笑わなかったのよ、うん、ちょっとちゃんとやってもらっていいですか。お前が同じセリフを乱発するから。いや、でも入ってるんで、うん、そういう気持ちでやってたんで。わかりました。はい、もう脚本とは関係ない僕のオリジナルの芝居が出る可能性はあります。わかりました。ってなってくると趣旨変わった。多少は多少は多少は。びっくりした、まさかの白石さんが笑ったから。やっぱトンボの破壊力すごいんやな。すごいですね。もう笑いません。左腕に時計をしているということは右利きですよね。ちょっとごめんなさい。迷惑かけんなって。渋谷さん、つらいっすよね、今のはね。笑っちゃったよ、渋谷さんも。詰めるとその部分、距離を空ける。何をずっとニヤニヤしてんの。なんか笑っちゃうよ。どうしよう、すいません、本当に。ほんとすいません。いい感じだったのに。いい感じだったよね。いい感じだったね。いい感じだったよ。すいません、僕。おいやー、ありがとうございます。いやいや、なんかできたみたいになってるけど。めちゃくちゃ後ろで笑ってたから。やめてよ、クスクス聞こえるから。いや、やばい。あの、なんか、すいませんね。すいませんでした。お付き合いしてくださって。ありがとうございます。あんな、行かないから、絶対あなた。何を言ってるんですか。大丈夫。後半の練習しなくて大丈夫。ダメだよ。ダメですよ。面白いわ。何が面白いんですか。よく笑わずにできましたね。すごい。今、ギリギリでしたね。ギリギリですよね。何ですか、ギリギリでした。ずっとプスプスお前言ってるやん、なんか。いや、もう感情が溢れちゃうんですよね。そっちね。はい。いや、でも稽古終わりましたよ。はい。さあ、安谷さん、これどうしましょう、順番。あ、もうすぐ決まりましたね。あ、決まった。はい。どう、カジサック、ツネさん、トンボさんです。おい。一緒やないか。やっぱ、せやんな。そうですね。はい。オッケー、それで行こうや。はい。で、あの、妻たちが来るまでまだ時間もうちょっとあるんで、はい、ちょっと芝居もう一回締めて。そうですね。はい。ね、それでやっていきましょうよ。やりましょう。じゃあ、妻たちを待ちましょう。はい。
どうも、キムサクです。リオです。ネオミです。よいしょー、ようこそカジサク劇場へようこそもうね、あの、うん、奥様方は、うん、企画を分かっておりますよね。はい。なんで、うん、ちょっと、まあ、意気込みじゃないけども、どういう心境なのか。そうですね、ちょっと自信じゃないですけども、うん、聞いていきたいなと思います。まずはツネオメ、はい、どうですか。もう笑ってるやんツネオメ大丈夫。もう一人でも笑ったら即芝居終了です、うん、これ3、うん、これお間違いなくね、一人でもですから。一人でもね、例えばツネの時にツネオメが笑ったとしたら、うん、もうそれで終わり終わり。続いて嫁さんとリオちゃんが見るとかないから、うん、どうですかツネ、大丈夫そうですか。いや、自信はないです。もう自然でいいですよ、自然で、うんうん、はい、あ、でもすごいプレッシャーですね。一人でも笑ったらダメっていうのが、私が全部終わらせてしまった。それは全然大丈夫です。 ですか。まず、後でまあ言おうとしてたんですけど、うん、今から妻たちには本当のプロの役者さんのお芝居見てもらうんで、うん、そこはもう絶対笑えないと思います、はい、すごいので、うん、もうその時点でこの企画はもう成立してるんで、うん、その後、僕とんぼつねてやった時はもう本当に自然で、はい、自然、何も笑っちゃっても何も悪くないですから、うん、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。りょうちゃんどうですか。いや、私も本当に自信がないですね。それはちなみになんですけど、うん、カジサック、ツネ、トンボいますけど、誰の時に自信がないですか。いや、トンボさんの時はもう絶対笑うって絶対って言っちゃってる。リオちゃん、今日はちょっと本当に一人の役者として見てほしい。もうそれが振りみたいになってる。そう思ったら笑っちゃうよ。いや、もう本当にそれぐらい気持ち入れてやるんで、そういう演劇を見に来たと思ってちょっと見てください、はい、よろしくお願いします。ちなみにツネ嫁、ごめんなさい、はい、聞いてもいいですか、はい、誰が不安ですか。カジサック、ツネ、トンボ、うん、ツネです。あ、やっぱそうなるんかな。そんなことないです。まあでも芝居は、僕の芝居一回だけ見たことあるよね、はい、神保町の劇場で、はい、あ、なるほど、はい、うん、その時はどうでした、大丈夫でした。いや、見てられなかったです。笑うとか笑わないのが違かった。うん、そうやな。いや、もう今日はでもしっかりした演技見せるんで、うん、短めやしね。短めですよ、確かに、はい、はい、じゃあ嫁サックどうですか。私意外と自信あります。あー、なるほど、うん、もう笑わずに見れるんじゃないかって、スッとスイッチを入れたら笑わずにいけるんじゃないかな、うん、あ、でもあれですよ、笑わない、こらえなくていいですから、うん、自然で、うん、うん、こう演劇を見ている、うん、ただこれがトンボさんとかツネさんとか解釈とか思っちゃうと笑っちゃうから。なるほどね、うん、そう、まあ思うも何もその生もん出てくるから。そうですね。今なんか嫁さんとはプロの役者さんの時の話をしてますけど、いやいや、その後に生もん出てくるから。そうそうそう、だからその時にこう、うん、違う、これは違う人だと思って見れば笑わずに入れるんじゃないかなと。あ、じゃあ3人とも大丈夫そう。大丈夫だと思う。おー、なるほど。いや、俺絶対トンボで会うと思う。だって一回やったやろ、にらめっこじゃないけど。はいはい、うん、いや、あれは向かい合わせだったんでね。で、しかもちょっとこ困り顔困り顔して、困り顔で、じゃあ俺これさっきもう1個で出ていいと思うけど、今回のお芝居約3分から5分ぐらいあるんですけど、はい、トモさんずっと困ってます。困ってはないんだよ。顔ね。真剣な顔。まあまあどうだろう、分かりませんけども、はい、まずはですね、奥様方には、うん、プロの役者さんのお芝居を見ていただきたいと思います、うん、そしてそこの主人公がカジサック、トンボ、ツネが入れ替わるということでございますので、うん、まずは役者さんのお芝居、はい、見ていただきましょう。タイトルは、うん、容疑者は隣人です。お願いします。陽子ちゃん、大丈夫？すごい大きな音がしたけど。隣さん、どうしよう。陽子ちゃん、陽子ちゃん、大丈夫？開けるよ。
落ち着いて。何があったか説明できる？帰ってきたらこの人がいて、で私怖くて包丁を持ったの。そしたら突然襲いかかってきて、気づいたらこんなことに。どうして、どうして私ばっかりこんな目に遭うの。幼い頃に両親を亡くして、唯一の家族だったお兄ちゃんとは別々の施設に入って、それっきり。来月結婚が決まって、やっと本当の家族ができたって思ってたのに。もう大丈夫、陽子ちゃん、陽子ちゃん、君は何もやってない。え、君が帰ってきた時にはもうこうなってた。どういうこと？これは僕がやったんだ。大丈夫だから。全部僕に任せて。なんで？なんでそこまで？それは。誰かいますか？すごい音がしたと通報が入ってます。誰かいませんか？中入りますよ。すみません、刑事さん。僕がやりました。そうですか。詳しくは署で話を伺いますが、その前に少し調べさせてもらいます。調べる必要なんてないですよ。僕がやったんですから。この部屋は女性のものと見受けられますが、ここはあなたの家ですか？もういいでしょう、刑事さん。早く連れてってくださいよ。いや、おかしいんですよね。あなた、左腕に時計をしているということは右利きですよね。それが何か。被害者の男性を見たところ、死因はおそらく正面から包丁で右脇腹を刺されたことによる失血死。ただ右利きのあなたが正面から刺した場合、左脇腹もしくは正面からしか包丁は刺さらないはずです。いい加減にしてください。となると犯人は左利き。僕がやったって言ってるでしょ。そしてこの部屋を見たところ、左利きの製品が多く見られます。俺がやったんだよ。つまり犯人はこの部屋の住人である。俺がやったって言ってるだろ。やめて。どうして。刑事さん、私がやりました。何言って。刑事さん、やったのは僕なんですよ。いいの。もういいの。お隣さん、いや、お兄ちゃん、どうしてそれを。欲しいと思ってたんだ。いつも気にかけてくれて。だったらなんで。たった一
人のお兄ちゃんにそんなことさせられない。詳しくは署で聞きます。止まってるからな、ずっと。いやあ、ヨメサップが号泣。ヨミト、どうなってるんですか。ヨメさん、大丈夫ですか。泣いちゃった。入っちゃった。入っちゃった。すごいな。すごいな。号泣じゃないですか。一体ちょっとリオちゃんどうですか。いや素晴らしかったです。すごいですよね。いやすごかった。こんな近くで見たことがないので、うん、本当に感動しました。やっぱプロってすごいですよね。はい。梅作は。感動しました。もう本当に一本の演劇を見たという。ここでやってくださってるのも嬉しいし。そうやな、贅沢。こんな贅沢ないもんな。いろんな感情が。じゃあもうこの動画終わりましょう。終わるな。いい動画。こんな嫁サック泣いた後にやな。できる？カジサック。何を？何？もう考える。何言ってむちゃくちゃ可愛いやないか。何この企画は妻が笑ったら即終了ですから。そうか、そうですよ。いやでもこれ、はい、正直嫁さんもこのモード入ったから、うん、確かに俺いけるかもこれ、うん、確かに確かに。ちなみにお三方心の準備よろしいでしょうか。はい。トップバッターはカジサックです、うん、では行きますか。いこう。よろしくお願いします。ヨコちゃん大丈夫？すごい大きな音がしたけど。隣さんどうしよう。ヨコちゃん、ヨコちゃん大丈夫？開けるよ。終了！ちょっと待ってくれ！やば！やば！なんじゃ！ちょっと待ってくれ！まあ、誰が笑うんだ？なんだったら、うん、まあ、皆さん笑ってましたけど、うん、嫁作が一番最初に笑ってたよね。おい！めっちゃ稽古してんけど。さっきあんなに泣いてたのに。なに？おじいちゃんじゃない人が入ってた。どういうこと？なんで？あ、ない人が入ってた。おかしいおかしい。ほらお前ジャージやんけやっぱり。いやこれは仕方ないよ。でもふざけんなよマジでよ。めっちゃ練習した。めっちゃ練習したのに俺痛かった。そんなことになる。、うん、やっぱジャージダメだね。ほらすげえやもう俺何もしましてないよ。安田君めっちゃ恥かいたよね。トップバッターで出落ちみたいな。あの出てきた瞬間マジ強いよ。わかん。じゃもう勘弁してくださいよ。まずいな。やば。え、ちょっとちょ待って俺悪ないよな。いやでもだから芝居できてなかったってことだと思うわ。どういうこと。もう赤い変な人が入ってきたみたいな思っちゃった。いやだから俺は言ってん。それはでもだからそこは自分の表現力でカバーしないと。雰囲気でね。そうよ、うん、確かに。ついてそりゃそうよ。ちょ全然思ってたんですよ。
めちゃくちゃ練習して、3時間前に入ってきた。見たかった。ちょ、まあ、見したかったわ、俺。仕上げたのに。でもこれもう、しょうがない。こういうルールやもんな。そうマジで即終了や。きっつ次、シャツネ行く、はい、はい。芝居を見たからこそなんだよ。めっちゃ振り幅がすごい振りになっちゃってんだよ。いや出たかったな。ツネもめっちゃ練習したもんね。練習したほんまっすよ。すごかったのにツネ。めちゃくちゃ自信あったのに。ツネ俺よりも芝居できへんかったな。俺は入ってこれたから。そう登場したかった。これ来たわ。えいやこれそういうことなんですよ。どういうこと。結局最後3番目に俺がバチッと決めるっていう。なるほど。そのフラグが確かに、うん、これはもうトンボ。はい。もうちょっと変な話。はい。言っちゃって。ありがとうございます。出ないと俺らも悔しすぎるから。確かに。本当トンボさん突き抜けてください。任しとけ。任しとけ。ちなみに今嫁サックとリオちゃんは常のヨコちゃんだけでは大丈夫でした。まだ。まだ。うん、ただもうあの出てくると思うともう笑いそうで。何ですか。出てくると思うと笑いそう。もうだからいないいないバーみたいな。ヨネさんってさ、さっきの言うてることちゃうやん。なんやん。自信あるみたいなもん。ダメだね、やっぱりその、もうやっぱ知ってる、もう私たちが知ってるお兄ちゃんじゃない人が出てくるから。ね、いやだからそこお兄ちゃんじゃないから。いやそこ忘れてください。そうだね。頼むよ。つね、お疲れ。お疲れ様でした。じゃあトンボ行きましょう。わかりました。一瞬であかんかった。リオちゃん、まあ、なんか声ちょっとカッコつけてたでしょ。カッコつけたってこれ気持ち入れてたんよ。大変なことがこの家には起こった。それのヨーコちゃんや。もうすいません。何やこの動画。どうするんすかこれ。いやもうこれそのままですよ。これで終わり。しゃあないやん。だってこれちょっと、うん、延長戦やりませんか。どういうこと延長戦って。小部屋でいいから。あーもう一回やるってこと。はい、やりたいでしょ。確かにちょっとね、せっかく練習したから。うん、やりたいです。やりたい。俺もやろう。小部屋でやろうか。じゃあ小部屋でやろう、うん、メインはこれで終わり。メインはこれで終わり。ちょしっかり今からおまけで、はい、役者さんに謝ります。本当そうですよ。これがガチやったから。はい、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。続き見たい方はぜひ小部屋の方へ来てください。お願いします。お願いします。おまけ。誠に申し訳ございませんでした。ありがとうございました。ちょっとすいません、ほんまびっくりする結果となったんですけども、いかがでしたか。
いやもうカジサクさんが出落ちだった時点で多分もう出ないだろうなってもうだから裏でぼーっとしてましたもう常もうとんぼ無理だろさすがにないだなるほどね確かに確かにそうやわ一発目でああやったらそうだ本当にすいませんすいません、うん、でもあの小部屋取るんでそうです、はい、そこでまたやっていただこうと思ってるんで、はい、よろしくお願いします、はい、いかがでしたかあのさんいやもっと見たかったですねあもっと見たかったですねそうですよねもう僕らあの稽古一緒にそうなんですよ、3時間ぐらい、うん、やったもんねあの、やらさせていただいたの で、ねはい、もっと本番の仕様のあの、はい、作品を見たかったんですけど、はい、ちょっと悔しいでも山本さんも結構笑ってましたねそうなんですよ山本さんがむちゃくちゃ笑ってるんですよ誤解ですよ誤解誤解なんだお前トンボの芝居の時結構笑ってたそうなんですよいやもう一緒にお芝居したいなと思ったんですよトンボと、はい、マジっすかあそうか役者でなかなかいないタイプのああそうですね表記なというか表記な、まあ、あのフォルムもね込みで、はい、あるのかもしれないですねじゃあないわ調子もんだ調子もんだお前出てきてもないからねジョコちゃんで終わったでもそう思わせるってすごいよありがとうございます何かあったらぜひよろしくお願いしますさあ平井さんいかがでしたかすいませんほんまに楽しかったですし、はい、最初の山本さんってやった時に全力を出してしまって、はい、どうしようと思ってたんですよああなるほどこれ以上のものを出せるのかと思ったら出さなくても大丈夫よかった確かにおっしゃる通り本当に申し訳ないあとやっぱりお三方も多分薄々気づいてると思いますけどもうちの妻たちがゲラなんですよ、そうなんですよそこがどうしてもねでもガチでやってるんで申し訳なかったなっていうところなんですけどもただ、まあ、視聴者さん的にねこれ面白いってなったらまたいつかそうですねやりたいなと思うので、はい、もしも同じような企画があった場合また来てくれたりしますぜひぜひぜひお願いしますわ嬉しいありがとうございますあとあの先ほど本編でも伝えたようにちょっと今から小部屋取らせていただきます、はい、そこでなんとか、はい、おそらく嫁たちももう慣れてきてると思うので、うん、確かにもう一度お芝居を、はい、お願いすると思いますけど、はい、山本さんはちょっと見ていただくことになると思いますトンボさんで笑わないように頑張りますお願いしますトンボさんの時に爆笑する節があるんでそれに釣られて嫁たち笑うんでそうですねっていうの可能性があるから、はい、気をつけてくださいわかりましたいやでも本当にね今回このお三方が来てくださったおかげで、はい、成立した企画なんで、はい、改めまして本当にありがとうございましたありがとうございましたまで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。